旧駅名標新前駅は、和歌山県和歌山市新前にある、和歌山電鉄岸川線の駅。駅番号は04。和歌山市郊外にある、小さな停留所である。単式ホーム一面一線を持つ、地上駅。駅舎を持たず、駅の設備としては、ホームと和屋を有するのみ。ホームと外とは、ホームの端の階段で連絡している。無人駅で、 自動券売機や自動改札機などは設置されておらず、すると関西対応のカードも使用できない。岸川線の各駅は、南海時代、様々な時期に駅名標が交換されたため、駅名標の様式が数種類ある。このうち、毛筆体の駅名標が残るのは当駅のみとなって、いたが、和歌山電鉄転換後に新しいものとなっている。年度の調査結果では、 ついたち平均乗降人員は575人である。各年度のついたち平均乗降人員は下記の通り。この駅は和歌山市郊外の田園地帯にあるが、まだこの駅の周辺は開けており、民家なども多い。特にこの駅の北東には和歌山市への岡崎団地がある。この駅の東側にある標高102.2メートルの副班が、 峰の南側を岸川線は迂回し、この駅から交通センター前駅までこう描くように進む。岸駅方面列車なら、左側、和歌山方面列車なら右側の車窓に、副班が、峰は見える。なおこの駅からまっすぐ西へ 2km ほど進むと、紀勢本線の宮前駅がある。駅東側約 100m のところを岸川線と並行している。 和歌山県道136号、秋月海南線上に、新前バス停があったが、下記系統は、平成24年9月30日で廃止された。トミーテックのキャラクターコンテンツ、鉄道娘に、新前ミーコというキャラクターが存在する。このキャラクター名の、新前部分は、当駅から採用された。ありがとうございます。